コヒーシン、コヒーシン、コヒーシン、コヒーシンは、姉妹染色分体の接着、複製された染色体を、娘細胞に均等に分離するために必須な過程、シスタークローマティドコヒージアンに、中心的な役割を果たすタンパク質が体である。コヒーシン複合体は4つのサブユニットから、構成される。そのコアとなる2つのサブユニットは、 smc タンパク質と総称される ATP アーゼのファミリーに属する。残りの二つは、クライシンサブユニットとヒート、リピートサブユニットである。それぞれの因子は、抗母遺伝学によって接着に関与する遺伝子産物として見出され、カエル卵抽出液を用いた、生化学的解析によって一つの複合体のサブユニットであることが証明された。その構造と機能は、 酵母から人まで広く保存されている。減数分裂期では一部の制御サブユニットが置き換わり、減数分裂期に特有のコヒーシン複合体が構築される。コヒーシン複合体のコアとして働く SMC に、両体は極めて特徴的な V 字構造を形成する SMC タンパク質のコアを参照。ここに制御サブユニットが結合すると、リング状の形態を取ることが、 電子顕微によって捉えられている。SCC1 の C 末端は、ウィンドヘリックス構造を取り SMC1 のヘッドドメインと結合する一方、SCC1 の N 末端は、SMC3 のコイルドコイル領域に結合する。また、SA2SCC1 サブ複合体の結晶構造も解かれている。コヒーシンの動体を制御する複数の因子が、同定されている。例えば、 染色体への結合を促進するニップブル SCC に DNA 複製にカップルして姉妹染色分体接着の確率に関わるアセチルトランスフェラー ESCOA51 細胞周期を通じてコヒーシンの動体を制御するワピル PDS5 などがある。また、セントロメア付近のコヒーシンの改良を抑制する守護神分裂後期にクライシンサブユニットを 切断する、セパレース及びその制御因子セキュリンが知られている。体細胞分裂の過程では、コヒーシンは S 期に複製された、染色体、姉妹染色分体が直ちに離れないようつなぎ止める、接着。M 期、分裂期に入ると、まず前期から、前中期にかけての染色体凝縮と同期して、染色体ウレブに極在する大部分のコヒーシンが、乖離する。この過程には、 二つのコヒーシン結合タンパク質、ワピルと PDS5 に加え、二つのタンパク質、キナーゼ、ポロとオーロラビリンが関与している。コヒーシンの乖離に伴って、染色体デブの接着が部分的に解除されるとともに、コンデンシンと E 型とポイソメラーゼが働くことに、より、中期までには2本の姉妹染色分体が識別可能になる。この過程を、染色分体の分割。 シスター・クローマテド・レゾリューションと呼ぶ。この際、セントロメア領域に極在するコヒーシンは、守護神の働きよって改りを免れ、セントロメアにおける強固な接着は中期まで保存される。後期に入ると、コヒーシンの制御サブユニットの一つがセパレイスと呼ばれるプロテアーゼによって切断され、染色分体の最終的かつ不可逆的な分離が促進される。 セパレースの活性化には APCC と呼ばれる指キチンリガーゼが関与している。原数分裂器では原数分裂器特有のサブユニットを含む複数のコヒーシン複合体が働く。原数第一分裂ではまず腕部のコヒーシンが切断され相同染色体の分離、還元分裂を促し、原数第二分裂では セントロメア領域に残ったコヒーシンが切断されしまい、染色分体の分離、均等分裂を引き起こす。最近の研究によれば、コヒーシンは、細胞分裂期以外の時期においても、相同組み換えによる DNA 修復や遺伝子発現の調節等、多彩な機能を持つ。最近の研究によれば、コヒーシンや、その制御因子をードする遺伝子の変異が人の、 遺伝疾患を引き起こすことが明らかになりつつある。これまでに、コーネリア・デランゲ症候群、コーネリア・デロンギシンドロームとロバーツ症候群、ロバーツシンドロームの2例が報告されている。コーネリア・デランゲ症候群の原因タンパク質として、初めて同定されたのは、コヒーシンをクロマチンに結合させるニップブルである。その後、 コヒーシンサブユニットの変異やコヒーシンの再利用を促進する脱アセチル化酵素ダック8の変異がコーネリアでランゲ症候群を引き起こすことが報告された。ロバーツ症候群の原因タンパク質としてはコヒーシンのアセチル化酵素 ESCO2 が同定されている。コヒーシンの制御異常によって引き起こされるこれらの疾患はコイーシン病、コヒーシナパシーと総称される。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。